はい、どうも、皆さん、こんにちは、クロシです。ということで、今回は、はい、M1903 試作を、久しぶりに使っていきまーす。僕ね、O3 好き。何でも出すスキン持ってんだ、俺。ラジウムサイド使っていきましょう。あれですね、この銃は、ハンドガンですね。普通に考えたら頭もおかしいんだよね。この銃はハンドガンですね、とか言って、メイン武器構えてさ、バカじゃないのってなるんだけど。まあ、威力はハンドガンなんで仕方ないですね。いるじゃん。ナイスカット。さあ、どっちだ。ほい。こっちから来るのかなと、いたね、よく。まあ、カルバッチね、すごいいいところはね、こういう風にね、ケイダン使えば、ロングが抜けるんですね。まあ、当てられるとも言ってないんですけどね。ラグね、あいつなんか。大丈夫かな。なんか非常にラグい気がする。フォロワー、あーはは、死んだ。はぁ、まあそんなもんか。7対8、ちょっと強力性高いですね。もちろん今日 SR が当てるのがすごく苦手なんですよね。なんで SR にしたかって微妙なところではあるんですけど。へっしゃー、僕はあのじっくり狙われてヘッションなんか当てられないよっていう、ね、さあ行きますよ行きますよ行く行く、さっさ行きましょう。アルファ拠点にさっさ行きましょう。さあハンドガンの力見せてやるぜ。はい、威力ハンドガン、くっそいっくい、グッチブ。おぉ、怖い怖い怖い。目の前爆発すんだわ。心臓に悪いね。いやー。おぉ、痛い。カットしていく。でさ、まぁ、ちょっとご質問なんですけど、まぁ、塩で IW1 を除いたとして、自分、レインボーシックシー若干やりたい感あるんで、ワンチャン CG やろうかなと思うんだけど、CG ってどうなの？っていうね、まぁ、ちょっとした話なんだけど。面白くて楽しいのかね。なんかあんま楽しそうに感じないんだよね。いやー、まあ、BF1 のね、あのアップデートがもうちょっとできますし、まあ、とりあえずそれで一回 BF1 でお茶を濁そうかなと思うんだけど、なんかあまりに BF1 がこのまま何もなさそうであれば、ちょっと一回、そういうなんか別ゲームにちょっと移ろうかなとも考えてるんですよね。まあ、はっきり言ったら、俺は、でも、ニーヤオートマターとかの実況やりたいんですよ、極論言うと。でも、旬を逃したゲームって再生回数全く取れないんですよね。なんでね、今更やったところでどうなのかなって、微妙なところがあったりとか。まあ、旬って言っても、まあ、自分の場合は、あと、PC 版なんで、あと、最低でも1週間ぐらい。まあ、できない、2週間かぐらいはできないので。まあ、やっぱ結構期間って空いちゃうんですよね、そういうことやってると。なんでね、まあ、どうなのかなーってすごく疑問に思うんですよ、自分。本当にやってます。それは、そのゲームをやる必要あるのかって言われたら微妙な気がしません？って感じでね、まじま非常に困ってるんですね、最近。このまま取りたいね。791です、嘘やろ。こんな変な武器で791ですかよ、俺。ゲテモノこそ私の手に合うようだ。反対側は全然出ましょうか。見に来たね、余裕で。よいしょ、ふふ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 。お、やばい、めっちゃ好プレイ今の。めっちゃ好プレイだったんだけど、笑う。うわ、出ていく！かっこ、やば。めっちゃかっこよかった、今の。わー、ダイナマイト、いい、今の好プレイだったね。モンタージュに使おう。っていうね、まあそういうことも考えつつ。やばいですね。こんなくすぶり使って好プレイ出したよね。やばいですね。いやーね、だからそういう風になんかね、結局 BF4 モンタージュも作んなかったんですよ、自分。あんまいいプレイなくて。いや、自分ね、あんま好プレイ出すことがなくてですね、基本なんか、闇雲に突っ込んで、いつの間にか、
なんだろう、なんか死んでるみたいな感じだったんで。なんかね、ビーファーなんですよね。で、ビーファーもさ、SP も意識して頑張ってますとか言ってるせいでさ、言ってるせいもないんだけどさ、まあ自分のプレイ目標はそうだからさ、まあそれのせいではないんだけど、まあせいって言ったら微妙だからさ、言わないけど、まあそういうプレイの、まあ、あれなんで、まあどうしてもね、そんなになんかキルする感じでいけないので、どうしてもマチコで適当になんか、敵倒してるぐらいの程度しかやれないんですよ。やばいな、これ。めっちゃ強くね？強すぎでしょ。やばい、逃げろ。カットしていく。来てないね。よしよし。強い。この銃強い。わお。後ろがショットガンが来てたね。16キル3でさ、えぐくね？ちょっとえぐくないですかね。使ってる武器これだけで大丈夫俺。こんなうんこ武器使って俺1位なの？やばくね？やばくないか？ちょっと。俺最強説あるよ。はい。できましたね、一番。発見。隠れて。来たらここで撃っていく。わー、死なない。セーフ。なんでハートを取らなかったんですかね、君も。ハート取ってね、バカだもん。あ、間違った。すいません、Z キル押してるなと思って、アルトキル押してた。俺とか。どうしてもまんま読んでアルトって読んじゃう。読んでいたくなるんだよね。しゃあないんだけどさ。敵の数はやばい。敵の数やばい。やばい。引くよ。引きますよ。カット。俺を普通の偵察兵だと思うなよ。こっちら。こっちら M1907、03試作だぞ。お前最強の銃だぞ、お前。間違いないやん。さあ、まずハート取っちゃいましょう。取ったね。ナイス。コッコじゃない？コッコじゃなかったか。いた。倒せなかった。やばいな、俺この武器で無双できちゃうよ。やばい。気持ちよくなっちゃう。やばいっすね。痛い。おー、キルドンやめてくれよ。倒したのがナイス。おったもない、SR。おやい。後ろからバーが来てた。ああ、窓からバーが来てた。やばいね。で、18キル1ですもん、相当やばいけど。今ね、一瞬で、ね、口のね、なんか痛くなって分かったんで、ね、唇が切れました、今一瞬で。痛すぎ。いやーもうね、この季節乾燥すぎて、唇が切れるめっちゃ痛いんですよ、僕。もう特に動画投稿とかやってるとね、めっちゃ痛いんですよね。動画投稿や実況動画撮ってるとね。いや、実況動画で結局さ、唇とか口をさ、酷使する、なんだろうな、まあ、なんだろう、触手って言ったりとか、なんかそういう、まあ、作業じゃないですか。唇を使うね。唇、口、声帯、適当ね。そんなことを使う、まあ、ものじゃないですか。だからさ、もうね、結構やばいんですよ。僕、致命傷なんですよ。結構ね、なんか喋りたくてもさ、口が大きく開けられないから喋りにくいとかね、もうめっちゃきついんですよ、これ。もうね、なんだろう、昔からなんですよ、僕に関しては。なんか生まれ持ってもこういう体質みたいな、あれで。なんでね、まあ、ある程度は仕方ないんで、まあ、受け入れていくしかないんですけどね。まあ、それでもやっぱゲーム実況者としては辛いということなんですよ。逃げるな。何やってんだ？ここは芋掘り会場じゃないぞ。まあ、出た。まあ、きついよな。でさ、まあ、そういうね、唇が痛いっていう経験をしながら生きてるんですよ、僕は。もうね、本当に痛いんですよ、唇。激痛ですよ。もうね、なんだろうね。なんか笑っちゃったら特に死亡なんだよね。もう笑った瞬間終わりだから。お疲れ。敵湧いてるし。マジ頭湧いてる今の。敵が湧いてるの同時に頭が湧いてた、完全に。
唇が干してまだ痛い。激痛だ。で、ね、口が血の味がするのも最悪だよ、気分。よくさ、なんか美味しいご飯食べた後とかにさ、あの唇が血の味とかしてたらもう完全に口の中血の味になるんだよね。もう最悪マジで。もう気分ブルーなんてレベルじゃないですよ。ブラックですよ。もうレッドな気分になる。ああ、おお、あちゃ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 。一回引きましょうか。よし、こっちからこう回って回って回って回る。朝シャーリー入っちゃおう。さあ、経団に切り替えていきましょう。おお、敵が全く見えなくなるモード突入。ほい。ほい、あーやれた。これ、ショットガン、ハンター。強いね、こいつ、ほんとに、相変わらず。終わった?勝ったね。やったぜ。はい、ということで、26キル6です。お、M1903、試作でやってみました。まあ、この武器、普通に強くね?これで来て、倒せないとか言ってたやつ、ヌーブだわ。はい、ということでね、レベル82でございます。結構上がってますね。あんだけ上がりにくい、上がりにくいになりながらもね、モントさんと一緒にやったら結構上がりました。よかったです。SP もね、結構いい感じに上がってきてますので、まあ頑張ってやっていこうかな、これからも。出るかな、最後に。出ない感じかな、これは。これ見たいんだけどな、最後。見れないのかな、これもしかして。見れないっぽいですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。